はい、それではですね、杉沼さんにはですね、今日、行われましたオープニングセッション、NAB の会長、の、ゴードン・スミス会長のお話ですね、この内容がどんなことだったのか、どんな意味付けができるのか、まあ、そういったお話と、それから、実は今日、オープニングセレモニーでは、ゴードン・スミス会長に続いて、ソニーの執行役副社長の吉岡博さんが、講演をされております。この内容についてもちょっとお話をお伺いできればと思います。まずですね、その実際の会場の映像を見ていただきながら、進めたいと思いますので、杉本さん、実際に今日は何時頃から、会場始まったんでしょうか。基調講演自体は朝の今日9時から始まりました。行列さんも8時から、これがゴードン・スミス新会長ですね。今回の NAB がデビュー、彼のデビューとなります。去年の10月に、会長に就任されまして、今回皆さんの前に初めて現れたということです。で、お話の内容としてはやはり自分がまずいかに、ワシントンの政界に続いているか、そして放送業界の持つ問題を何かということを明確にして、それの解決への団結を、皆に呼びかけたというのが今日の大きな流れでした。はい、ありがとうございます。ゴードン・スミスさんといいますか、その NAB 自体がですね、いわゆるアメリカの地方放送局の、圧力団体ということで、政府にいろいろなその、要求を投げかけるということですけど、今回のゴードン・スミスさんのお話の中ではそういった要素というのはあったんでしょうか。今アメリカの放送業界を大きな問題3つ抱えているんですけど、そのうちの2つについてお話がありました。1つは実演権といいますか、パフォーミングライト、もしくはパフォーミングタックスと彼らは呼んでいますけれど、ラジオで音楽を流したときに実演者への、権利料を払うという、それの問題。それからFCC が周波数、放送向けの周波数を、今度は120MHz ほど取り上げるというか、返してくれという案を出していまして、それに対する放送業界としての考え方がありました。でここでスミス会長、周波数問題はですね、3分の1もの周波数を返せたのは非常に無茶と言いますかね、激しいと。それから法制度というのは議論しているうちに時代遅れになってしまうので、今こんな話を言う必要はないのではないかと。本当に周波数が足りなくなってから言ってくれと。というのは議論しているうちに技術が進んで、終わった頃には実は返したけどそんな必要はなかったと、そういうことにもなりかねないので、技術の側が十分なことをやって、それでも足りないんだったら話しかけてほしいと、そういうことを言っておりました。はい、ありがとうございます。